皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですけども、最近ねプレステ5の独占のソフトとかトリプル A タイトルがなかなか売れないって話よくするじゃないですか。皆さんね目にすると思うんですけど、ネットでもよく言われてるんですが、そんな中でですね、やっぱり異色を放っていたのが我らがドラクエ、ドラゴンクエストモンスターズ3なんですけども、このねトリプル A タイトルという作品がですね最近出てるんですけども、これねドラクエモンスターズ3の初週売上をね超えてこないんですよ。でやっぱりちょっとねドラクエってすごいよねっていうのをね取っていきたいなと思います。それでは早速やっていきたいなと思います。ということでここからなんですが、ですね、ドラクエモンスターズ3がどんだけすごかったのかとでいうことを、だってトリプル A タイトルの初週売り超えてることがほぼあったということで、ちょっとこちら見てほしいんですが、ドラゴンクエストモンスターズ3なんですけども、なんとですね初週売上が34万本売り上げて首位ということで、2023年の12月1日に発売だったんだよね。で最近初週売上って皆さんよく聞くじゃないですか、ファミ通から。まああれパッケージ版だけなんだけどね。なんかね最近ね他の人が言ったんだけど、なんかねあのねファミ通の売り上げってなんかアマゾン入ってないらしいですよ。通販って入ってないらしいですよ。ちょっとそこ分かる方いらっしゃったらね、ぜひもう一回ちょっと教えてほしいんですが、僕もずっと確定とか調べてみたんだけど、言ってる人はいるんだけど本当かどうか分からない、そういう記事がないから分からないんですが、なんかあれにはアマゾンは含まれてないということで、アマゾン含まれてないんだったらだいぶ変わってきそうな気がしますけどね。そこをちょっと分かったらもう一回ね他の動画でまた語りたいなと思うんですが、34万本ということで、これがどんだけすごいのか皆さん分かりますよね。最近ね初週売上の話するので、でですね去年かで、この前にマリオのマリオ RPG とかね出たんですよ。はい、皆さん話題になったと思うんですけども、あちらもねあんだけ話題になったにもかかわらず30万ちょっとで、桃鉄の新作も30万ちょっとだったんですよ。でもそれを超えることなんてありえないと言われていたし、でモンスターズ3ってね、あれなんだけど体験版の時にこれスマホゲームかよってめちゃくちゃバカにされたの。はい、本当にちょっとねなんかちょっとつるっとしたような感じの、ほんとスマホ、まあ言ったらねスマホゲームかなって言われたら、まあそういうところ若干あったんだけど、でもモンスターズの面白さっていうのはモンスターを育てることだから、そのねなんかシステム面なもんじゃないですかね。でまあ 2倍速があったりとかも全然良かったし、ただねちょっとトリプルタイトルというか、そんなお金かけてないなとは言われていたんだよね。でこれ理由があって、もともと神とマヤのねモンスターズだったんだけど、なんか作ってる最中にやっぱこれちょっと別なものにしようってなんかなったの、なんか分かんない、それ理由は分かんないんだけど、なったことは間違いないんだよね。まあそれはスケニが言ってるからね。でトレジャーズっていうのが発売されたでしょね、発売されたじゃないですか。でこれも発売されたんだね。なのでなんかで、ね、予算半分になったじゃないですかとか言われてるのよ。でそれ本当かなんか知らないんだけど、予算がちょっと半分に割れちゃってるからね、こういうことになったというわけなんだね。でドラケでこんだけ売れるのになんで出ないかというと、これもまあ噂なんだけど、第一開発っていったらファイナルファンタジーなので、今作ってるのこれリバースとか作ってるでしょ。で、ね、ファイナルファンタジーのあの7のプロジェクトで、ね、第二開発なんだってドラケって。なのでやっぱりスクエニだからね、やっぱりファイナルファンタジーの作品のがいっぱい出るじゃんね。でまあそれはもう第二開発はドラケだから仕方ないとか、今なんかいろんなことなんか言われてるんだけど、そんなドラケモンスターズ3に外伝だよこれね、外伝なんだけど34万売り上げたということで、そしてちょっとこちら見てください。同じスクエニなんですけども、ファイナルファンタジーですね、16ね、で16がですね、なんと売り上げが33万本ということで、まさかまさかもね、ドラケモンスターズ3が売れたって、これもむちゃくちゃ話題になったんだよね。すげえなと思いました僕も。そしてですね、この間、発売されたばっかりの海外のメタスコアも高いし、ユーザースコアもめちゃくちゃ高いんですが、やっぱちょっとね最近ダウンロード版の発表が出ないのでちょっとわからないんですが、初週売りが26万本ということで、トリプル A タイル明らか100億ぐらい使ってるようなゲームがですね、よりもやっぱドラケモンスターズが売れたということで、やっぱモンスターズ強いなというか、ドラケ強いなということで、いつもねスクエニさん早くモンスターズ4でも何でもいいじゃないですか。モンスターズの DLC もまだね何も言ってこないですからね。多分こんなに売れるつもりなかったから多分出るのかな、出るとは思うんだけど多分時間かかると思うんですよ。だから作ってなかったから、明らかにね女性キャラ少なかったんだよモンスターズ3って。ちょっと分かんないんだけどね、なんだろうなと思って。なのでちょっとね女性キャラパックとかね10人ぐらいねモンスター追加されたりとかしてさね、
ね、知ってね、出たら別にね、2、3000円くらいで俺全然買うんですよ。多分買うと思うんだよね、みんなで。もう売ったか売っちゃったちょっとわかんないけど、まあちょっとコメントじゃあ教えてください。ということで、ファイナルファンタジーの最新作ですか、トリプルタイトルよりもパッケージは売れたということなんだよね。そしてですね、こちらちょっと見てほしいんですけども、1ヶ月後ですか、ですね、全世界出荷がですね、ダウンロードも含めて100万本突破ということで、素晴らしい。素晴らしくないですか。で、これね、リバースももうちょっとで1ヶ月か経つんですけども、ちょっとね、全世界売り上げ発表してないんですよ。で、これ理由なんだけど、なんかね、100万本は間違いなく言っておくけど、まあ、それは間違いないんだよ。絶対間違いない。だけど、200万本も言ってないんじゃないのかって言われてて、で、16がなんか噂だと、あ、それがなんか初週売り上げ300万本いったって発表したんだけど、300万いかないとリバースは言わないんじゃないのかって言われてるのね。で、リバースの方が売れてるんだよ。前作のファイナルファンタジー7のリメイクは70万本、まあプレステ4だったんだけど、パッケージ売り上げでもね、まあ、売れてるんだよ。で、700万本か売れてるんですよ、全世界累計でね。ファイナルファンタジー7リメイクの話ね、なんだけども、今回は200万本も突破しないから、ちょっとスケにも発表しないんじゃないかと言われているんだけど、で、これ100万本でしょ、ドラケモンスター3ってね。で、ただ16とかもじゃあ300万も売れてるから、やっぱそっちの方がすごいかなっていう話なんだけど、多分開発費が多分全然違うと思うんだよね本当に。だからドラケモンスターズ3ってさ、50億かかってるかっつったら、だからちょっと疑問じゃん。もうちょっとなんか安いような気がするじゃん。だからコスパを考えて、僕はいつも言ってるのが、コスパを考えた時にね、ドラクエっていう、僕らあのコマンドバトルのね、コマンドバトルが好きなわけじゃないですか。あの古いって今言われるけど、あの感じのシステムが好きなわけよ。ね、鳥山先生のモンスターが好きなわけじゃないですか。ね、なので、今ね、扉絵かなんか映ると思うんだけどね、モンスターズ3の。この絵とかがやっぱドラケが好きだから、僕ら買うじゃないですか。でさ、それが、まあ、大して面白くなかったとしても、お賽銭じゃないですか。でもうそれ買って、なんか違う外伝でも出てくれれば、もう台みたいなのちょっと困るんだけど、ね、出てくれればいいと、お賽銭するわけじゃないですか、僕らって。ね、そう、僕らのドラケって多分そんなもんだと思うんだ、そういうことだと思うんだけど、だからコスパもいいからもっと出してくれ言ってんのに、ね、だって HD2D リメイクだって、あれだってね、前社長がね、出していいよって言って、どんどん出しなよって言ってくれたにもかかわらず、3年以上かかってんだよ。だからなんでそこまで、そうね、そこまで凝る必要ないんじゃないのかなって思うわけ、俺はね。そしてこちらがですね、さっき話題になってる、まあ、ドグマのお話なんですけども、今週のですね、ハード売上ランキングということで、パッケージ版なんですけども、これで同じように発表されたんですよ。もうドラケモンスターズもそうなんですけども、ドラゴンズドグマが6万8000ということで、ライズオブローニーが6万4000で、ピーチがまさかの首位ということで、しれっと1位ってやっぱ任天堂のゲームってすごいなって思ったでしょ。今これ話題になってるんだよね。いろいろドグマが売れなかった、思いのほか売れなかったなとか、いろいろね、要因あるんだよ。なんかね、カプコンのゲームが今ね、ほとんどダウンロードなんですよっていう声があったりするの。僕コメントで言われたの、入ってたんですよ。ああそうなんだって。ただそれはそのなんだろうな、スクエニもパッケージ売り上げの3倍ぐらいがダウンロードって言われてるのね、言われてるんだよ。なんだけどセールとかも全部含まれてるから、セールも含めてとやっぱ新作がっていうとやっぱちょっと違うんじゃないのかって結構言われてるんだよ。てかそのダウンロードがね、セールも入ってるし新作のとまたちょっとこうごっちゃになってるから いまいちわからないんだって。なのでメーカーがね、何百万本って言っていいのを出さないとやっぱ正確な数字がわからないんだって。まあそれもそうなんだけど、まあモンスターズ3もね、ダウンロード版めちゃくちゃ売れてて100万本いったんだけれども、こちらね言ってる通り、ドグマとライズオブローニンなんですよ。これ多分トリプルAタイトルだと思うんだよ。まあドグマは間違いないし、ライズオブローニンもね、はい、なと思うんだよね。そちらが6万ということで、これを見る限りですね、やっぱドラケンモンスターズ3のコスパの良さってすごくないですかね、すごいでしょ。明らか多分ドグマなんて10年ぐらいかけて作ったみたいなこと言ってるじゃないですか。まあ最初からね、そのでトリプルタイトルのね、その例えば、まあ、従業員めちゃくちゃ多くて作ったとかね、わからないですよ。ね。16、ファイナルファンタジーの16って確かね、最初なんか数人で始めたとか言ってたんでね。まあそういうのあるかもしれないから、10年か本当かわからないけれども、明らかにね、100
広告とかかかってるわけじゃないですか。そう考えた時にコスパで言えばドラッグモンスターズ3って素晴らしかったんだなって思うんだよね。こちら見てもらいたいんですけども、今年の2月だったっけな、スクニがですね株主発表会が何かの後に発表したことだと思うんですけども、スクエニ自体は減収だったんですよ。なんだけども HD 部門においてはですね、増収だったということで、ファイナルファンタジーのピクセルリマスターとかファイナルファンタジーの16かで、ドラゴンクエストモンスターズ3のおかげで、まあ、こちらはですね HD ゲーム部門においては増収になったということで、でさ、ファイナルファンタジーのさ16で先ほど言ったけどさ、明らか金かかってんじゃん、どう考えたって。で、社長が300万売れてね、万本売れて初めてなんかそっからやっと利益出るんですよみたいな、300万も売れてるんでね、こっから出てきたものがどんどん利益になるんですよみたいなことを言っていたのね。それはケツさんの発表会でね、説明会で社長が言ってることなんで、これは確定なんだよね。300万売れてやっと元取れるわけじゃん、どう考えたってトリプル A タイトルだし。で、ワイナワナジーのピクセルリマスターもさ、1から6までのやつね、これ結構長い間やってましたよね。で、まあ久々かなと、やりたいなと思うっていう方がまあ多いということで、ファイナルファンタジーシリーズだからね。で、まあ売れたと。そしてドラゴンモンスターズということで、それを考えた時にやっぱ16とか考えた時に、やっぱコスパってモンスターズのコスパめちゃくちゃいいだろうっていう話なわけですよ。なので前から言ってる通り、こうスクエニさ、ドラクエも外伝いっぱいあるでしょ、ドラクエって。だからモンスターズのDLC ももう早いこと出した方がいいと思うし、どうだろう、もう遅いのかな、興味ないですか皆さん、もうない、売れない、買ってない、売っちゃった、どうなんだろう。ちょ、中古価格今度見てみようかな。中古価格がゲオとかの中古価格がもしかしてモンスターズ3がまだ上がっていたら、中古がそんな出回ってない可能性があるからいいかなと思うんだけど、やっぱちょっと DLC ね、早くで、明らかね、モンスターズ売れると思ってなかったのよ、机にいて、絶対。なので多分 DLC ね作ってはいると思うんだけども、ちょっと遅いよね。もう3月だったんで、こういうの出しますよ、夏にね。あの、女キャラ少なかったから、女キャラ20体の出して3980円出しますよとか、モンスター追加でねとか、買う買う買う、全然買うよ全然買うよ、全然いいぞ。だって女キャラ、だってドラクエのさ、女の魔物っていっぱいいるじゃないですかね。ね、もう魅力的なキャラクターいっぱいいるじゃないですか。それが全然今回いなかったんだよね、女キャラが。なの、全然そんな全然いいんだよね。で、ファイナルファンタジーピクセルリマスターの件で言うとね、こちらね、あれなんですよ、まあいつも言ってるんですが、天空シリーズができませんと。で、4から9まで早いこと HD でスイッチで出せよって言ってんだけど、じゃあ売れると思うんだよね。そうで、なんかよくわかんないんだけど、天空シリーズもそうなんだけど、ドラケーのモンスターズ4って、他の動画でも言ったんだけど、ドラケー4なんですよ。4の物語の裏側がわかるのね。ね、アナザーストーリーなんだけど、ピサロナイトとか、なんでピサロナイトって呼ばれてんのかとか、そういう謎がちょっと、ああそういうことかってわかるんだけど、スイッチだと天空シリーズできねえとか意味わからないじゃないですか。でね、近年やっぱり鬼畜ゲームって結構流行ってるじゃないですか。だからドラケーのね、ドラケー2とかでオリジナル版のやつ、そのまま配信するだけでも多分実況者の方とかどんどんやってくれると思うし、そんなに鬼畜なのって多分やると思う、ネットで盛り上がると思うんだよね。なので思うんだけど、そういうのもしないから、なんかね、なんかファイナルファンタジーは、いや僕もファイナルファンタジー大好きですよ。一番好きなゲームって何かって言ったら、僕ファイナルファンタジー10って言うと思うぐらい10も好きなんだけど、ちょっとね、ドラクエ見くびりすぎだよねっていう、ちょっとどうにかしてほしいなと。で、4月から新体制来るから、ちょっとどうにかなるかわからないんですけども、本当にね、ちょっともうトルネコの大冒険とか、なんか今のだから、この間ほら試練の6ね、スイッチバブルでめちゃくちゃ売れたじゃないですか。なのでトルネコとか出ても結構売れると思うんだよね。そうですね、売れると思うんだよね。なのでもう他にもいっぱいあるよね。スイッチって結局あの剣振り回せられるから、ドラケモンスターソードでしたっけ、なんかありますよね、あれよね。だからいろいろあると思うから、外伝ねどんどん出せば、でスイッチってバブルだったからどんどん出してね、トリプル A タイトル今ねちょっとね作るのにもちょっとリスク高いんじゃないのかって海外でも結構言われている記事見たことあるんだよね。なのでやっぱコスパと考えるとドラクエはめちゃくちゃいいんだよ。でウォークだってさ、一ゲーでね、まあ動画
が出したと思うんですけど、今一芸で世界中、国内か一番売れてるのが、ドラケウォークということで、まあ、ドラケウォークね、あんま乱発するのもあれなんですけども、ちゃんと新規タイトルじゃなくて過去のゲームの続編の続編というか、外伝のその先を作れば、まあ、買う人結構いると思うんでね、僕的にはトルネコやりたいなと思いますよね。スイッチでトルネコやりたいなと思うんですが、皆さんどうでしょうか。ということで熱く語りましたが、皆さんどう思いますかね。コスパいいでしょということで、でここからなんか最後なんですが、ね、おさらいですけども、ここからなんですけど、ドラケ12とかドラケ 3HD2D リメイクの続報が来るタイミングをまたね、ちょっとこれの動画が3月31日出ると思うので、もう4月入るので最後おさらいして終わりたいなと思います。それでは最後にですね、ドラゴンクエスト12とドラケスレ HD2D リメイクがですね、続報が来るタイミングをおさらいしていきたいなと思います。4月ですから、まもなく明日もこの動画出た次の日もう4月なので、で来るとしたらなんかエイプリルフールあるね、こんだけ伸ばしててエイプリルフールにね、ネタ来たらなんか切れる切れる、え、荒れるかな、荒れる、荒れかな、どうだろう、やってきそう。いやちょっとほら、すくに空気読めないとかあるじゃんね、なんかうんみたいなちょっとあるじゃん、まあ、すくいに限らずちょっとゲーム会社ってちょっとそういうとこあるじゃないですか、やってくるかな、そんなんいいんだよみたいな、嘘かよみたいな、呼んだことしないからちょっとわからんけど、まあ4月の1日もしかしたら可能性ゼロではないかなと。そして4月の新体制スクエニがですね、4月から、大の大冒険ね、去年いろいろありましたね、大の大冒険でいろいろ受けたことによってですね、ちょっと新体制というか、なんかね途中でちゃんと、なんつうの、こうその作品をちゃんと見るようにするとか、なんかね今までいやいやおいちゃん見てなかったのかよっていう、こうツッコミで一回置いといてもらって、僕も思ったけどもね、変わりますっていうのは一回ちょっと信じたいじゃないですか。でもね、僕の動画のコメント欄にもう信用できないよってしねえよっていう声すごく入ってくるけど、まあ一旦ね4月の新体制、もしかしてやる気があるんだったらそこでねロードマップ出してきますよ。やる気があるね、あればね、わかります、そこまで言って大の大冒険すいませんでしたと、あれはちょっとこうでどうだったんでみたいなことね、去年11月ぐらいに言ってましたよね、確か11月か9月ぐらいの時、あ11月かこう言ってたんだよね、株主のなんかね、なんかこう説明会みたいなところで言ってたんだよね、だから記事僕も動画にしたと思うんですけども、あそこまで言ってて新体制で言った時にやっぱちょっとロードマップぐらい出さないとね、これからこうしますっていう時にそこで何かしらね、今年にはとか、そうだね、そこで出すの一番だよ。だって4月の忍耐でこれ出さなかったわけだから。ただ僕はねドラケスレ HD2D リメイクが結構できてると思ってるんですよ。ほんとスイッチ待ちかな、スイッチの攻撃待ちかなとか思ってるんですけど、ちょっとねスイッチが2021新型が2025年来年かなって言われてるとちょっとわからないんだけど、4月の新体制で何かしら来るんではないのかなと思っております。そしてですね、4月に忍耐が行われる可能性があるんですよ。そこでも来る可能性もゼロではないということで、ニンテンドースイッチ2なるもの、次世代機が結局、まだ分かんないんだよね。来年って言ってるだけで、まあ、他のかね、なんかところがメディアが言ってるだけで、実際まだいつか分からないと。なので3月に発表される可能性もあるって言ってたんで、僕もちょっとね、楽しみにしてたんですけど、情報ってたんですが、結局3月何もなかったんで、ちょっと4月に何かあるのかなと。で、ピーチが発売されたじゃないですか。で、ピーチが任天堂のファーストソフトで言うと最後なんです、今年。最後っていうか、これから先もないんだよ。だからもう、ここからあるかもしれないんだけど、で、この後に、マリオとルイージのリメイクしかないから、なので、もしかして4月ぐらいに何かしら、忍耐で新たな発表があるとしたら、その時にもしかしたら、忍耐でドラクエ3 HD2D リメイクが発表される可能性があるかなと。そして本命の5月の27日のドラクエの日ということで、この日になかったら、もうやばいよ。もう。これもう今年はちょっと5月の27日のドラッケの日に何かなかったらだいぶ燃えるんじゃないですか。お、多分とんでもない燃え方すると思います。さすがに3年はないだろうで、いやさすがにそれはもうスクエニも分かってると思うんだよね。なので僕は4月に来ると思ってます。はい、それ分かり次第またね動画にしたいと思います。ということで今回なんですが、定期的に行われるですね、スクエニさん、ちょっとドラケーの新作コスパいいか出しましょうよというお話でした。でまあ12はねコスパいいかちょっとわからないし、ただね HD3 リメイクも結構
開発費すごいっていうことを言ってコメントでなんかコメントなんかの記事で見たんだよね。結構トリプル A タイトルぐらいかかるんじゃないかみたいな、え本当かよと思ったんだけど、ちょっとわからないです。まあ HD リマスターだね。ドラケ8のプレステ版でしたっけ、プレステ2版のやつをあんな感じでもいいし、まあドラケ3、あ8だったらあれだね、 3DS 版か、ゼシカ喋ってほしいからあれ大画面でみんなやりたいと思うんだよね。なので早いことね HD で、まあスイッチでも何でもいいんだけどもね、できたら嬉しいなというお話でした。ということで今回この辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価ならもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。